えー、まずええ、です、えー。農家との編集でお送りしています。一分間にとく。今日も上年つくさ、チャンネルのリスのトラガーで、えー、この中国経済、えー、カウントダウン。この逆石破食、中国株六営業日で二十六パーセントの急上昇。深い追い禁止。この飲み込み注意の声も上がる中、裏に潜む罠があまりにもネカバカ。ねか ね寝ぶすきすぎたということでいろいろと小手先でしてこの日本の最近の場食で、えー まあ株価がこの乱高下ですね、えー、高市効果で少し上がったかと思ったら芝ショックで下げてまた元に戻しましたねその中この6営業日でこの26%の中国株ですね、えー、上がっているということですけど、えー、どこかなスイスのありかなある投資家はもう自分がこの会社の経営に携わったら全部この中国株を売りということで、えー、アメリカ株と他の株で 今後、中国株は売れないということで、そういう流れで言ってる投資家もありますね。だか えー、まあこの株か、巡回かな、で、えー、逆張りじゃなくて、巡回でしてる、まあ、投資家もありますけど、どうなるかですね、えー、この、まあ、ジョネさんは中国株は一切手に出さないということですね、えー、ちょっと危険すぎるということで、性格リスクですね、まあ、オルガンひもうそうですけど、えー、中国株は控えてますね、えー、日本がとこう、この、に、えー この渡航するのに国にゼロというのももうありえない話ですね。この日本,日本人学校の男子がこのこの殺害された件もありますけど、中国ですね、国内、このスパイ、特にアメリカが3ですね、台湾も3ですけど、カナダ、ニュージーランドもそれぞれに、韓国が1ですね、日本がそのゼロというわけにはいかないですね、引き続き。中国、えっと、この中国国 えー、共産党の一党独裁です、習近平、そして台湾人事と本当に、えー、完全に、この、うんえー、新防衛研究者の皆さんでも、このいろいろと中国が裏からこのロシアに結果的にこの援助してますね、そういうことで中国、まだまだこの厳しいですね、中国一党独裁。この えー、この未来はないですね。えー、共産党、習近平のこの体制には未来はないですね。えー、この共産党のこの、えー、こので奪されて開かれたあれですね民主勢そしてこの経済柔軟経済活動ですね。えー、それには、えー、この。えー はは未来はないですね引き続き、えー、情熱から参入のニュースのトローガーをウッチングしていきたいと思います。中国経済がチ感動だ。この逆石場ショック。中国株が6営業日で26%の強、えー、上昇。深いおをい禁止。えー、飲み込み,、えー、この飲み、飲み込みか飲み込み注意の声も上がる中、裏に潜む罠があまりにも眠、ね、過、ねね、ぎた。えー、結局、このあれですね。 えー、不良債権、えー、処理できないですね不良債権すれば、えー、政治問題、えーまあ、中国共産党有力ということで政治外部の融資が多いので、えー、この。 この上がったり下がったり、えー、根本的なこの解決ならないですね、の不良再建処理、えー、が日本となった全く同じ歩みしてますね一時的に上がったり下がったりしますけど、引き続き中国、えー、経済、ウォッチング、ジョネス・カサ年のをウォッチングしていきたいと思います。マサトです。マサトの,の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。えー、また聖書をもらいたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。えー、マサトでした。 はい。<laughs> 次回の1分間の解き方をいたしましょう。マザーと一緒に仕上げます。シェアネスパッションプレゼン、シャロム、シャロム、シャロム。